東東同校19年は、中国成長後期の政治家。字は雲渚ぎさ。死は、文武氏。湖南省安家県の人。林即女らと共に、同皇帝から信任を得て、地方行政の改革を進めた官僚の一人である。家境7年、紳士となる。管理人初吉氏から寛解をスタートし、 高難度を観察後し、先生度を観察後しを歴任後、都下休時中となり、さらに三世勢、三成矢瀬地復建矢瀬地暗記不正史などに任ぜられ、同行3年には暗記順部となった。当時、塩の1 0倍による利益は、新朝定財政の4分の1を占め、中でも、両順地域の利益はその4割に及んでいたが、下強年観光期頃から、 密売の横行による収益の低下や行政経費や事前事業に充てるための各種負荷的徴収などの上費により官営生援事業は崩壊しつつあった。党は認知における生援事業の改革を断行。質の悪かった監視用の価格を市造園と同等まで引き下げ密売の取り締まりを強化また様々な上費を削減するなど合理化を図って 使用質を高めさせた。この改革により、純北ジオの売上成績を大いに上げたため、同工程から過唱された。同校6年には、チャンス準部となり、騒運及び、海運事業に携わって、実績を上げる。国葬地帯であった江南から調税された米を、首都北京へ運搬する際には、従来大運河が利用されていたが、同校4年の工河の大決壊により、 大運河の通行が困難となっていた。そこで、東や林即助らは大運河に代わって、海運を重視するよう主張していた。そのため、この1826年には、江南地方の米は、上海から天津まで海運で運搬された。チャンス準備となった東は海運のみならず、江南の水利事業に取り組む。太古を水源とする、この地方の大償河川は、 流れが緩やかで土砂が沈殿、堆積しやすく、これまでの幾度かの水利事業は、流れが詰まると一時しのぎの支流を作ってしのぐという、微方策でしかなかった。党はこれを批判、抜本的な対策をなすべく現地調査を踏まえた、詳細な公費の見積もりの後、財源を捻出して、ご小公の稼働を春節する大工事を実行した。これらの水利事業は、党の転任後も、 後に、チャンス準部に就任した、林即助により引き継がれていく。これらの功績により、同行10年に、大使小保健療校総督となり、以後9年間その職にあった。同行18年、イギリス東インド会社による輸入で蔓延していた、アヘン問題について、公爵茂が、乗用車の極刑を含む、アヘン現金論を上奏すると、同行帝は、 各地の大官に対し意見を求めた。党は、林即女と共に、希釈、茂の強行論に賛意を示している。しかし、翌同行19年2月に病を得て、官を辞した。この年、名優の林即女が公衆に赴任し、大量のアヘンを処分。後のアヘン戦争の引き金となったが、それを見ぬまま同年、党は6月に死去した。 著書に、因子西屋文集、東馬弓クヨープ、延命収集中、食日記、東文武志光前集など、ありがとうございます。